やっぱり優先順位は一番最初にがめちゃくちゃ良かったです。で、私はすごい人気の乗り物に今からフローズンのショーを見ます。 Time slot, right? So we can't. As an example, the front row there, you beat it to the past part of the one. Two rows are reserved for guests traveling in wheelchairs. So we have an hour. What did you get?これからロックンローラーコースターに向かいます。こんな感じで暗闇を走ります。I'd like to introduce めちゃくちゃ怖かったので、今回は意外と大丈夫でした。本当に最初 の、 スタートダッシュのところだけが怖かったんですけど、絶叫嫌いな私でも乗れたので大丈夫だと思います。はい、ではそんな感じで今インディ・ジョーンズのショーが始まるのを待ってます。雨がすごくて本当にポンチョ、カッパ必要です。買ってよかったです。では始まるのを待ちます。結局こちらのインディ・ジョーンズは見れませんでした。残念ながら天気でいろいろ変わったりするので、そういうのを踏まえてスケジュールを組んでみてください。雨でインディ・ジョーンズのショーが中止になったので美女と野獣のショーに来ました。でもここも若干半外って感じなので、雨、雷がすごかったら中止になる可能性がめちゃくちゃ高そうです。なんで天候やっぱりめちゃくちゃ乗り物もそうだけど左右されます。今現在シュリンキーのやつとか、これは天候関係ないですけど、スターウォーズのやつとかも今テンポラリークローズで中止でずっと動いてないので、こういうことがめちゃくちゃ起こります。なんでそういうのを含めてプランニングするのをおすすめします。There goes the faker with his tray like always. His biceps to spare. No one hits like Gaston Blanchet. Deemed madames and messieurs, it is with deepest. And we'll sing you off to sleep as you digest. To meet you on your feet at one point. Ooh, I know Prince Charming. Plays better side with the magic into battle on the cradle of the theater just embraced. Don't be afraid.
Please don't leave me. Belle, it's me. Never as before, ever just as sure as the sun will rise. はい、今さっき、ビューティー&ビーストの、美女と野獣のショーを見終わりました。まあこれはマストじゃなくていいかなって感じです。ミュージカルとか、ショーが好きな人にはおすすめかなと思います。1時間に1回ずつぐらい公演してるので、時間があったらぜひ行ってみてください。はい、そんな感じで次は、タワーオブテラに行ってきます。私は好きじゃないんですけど、どうしても彼が絶叫大好きということで仕方なく乗ってきます。今45分待ちなので、まあ、これ乗り終わったら夜のショーに向けて場所取りしようかなって思ってます。はい、そんな感じで行ってきます。ちなみに絶叫乗れない人なんですけど、乗るコツが一つあります。それは、周り前後とかに小さい子供を探すことです。私はその子供たちを見て、あ、こんな小さい子でも乗れるんだったら私も大丈夫ってこう自分で自分に元気づけてます。それが、絶叫を乗る方法です。まあ、そこまでして乗る必要ないと思うんですけど、まあ、相手が乗りたい、自分は乗りたくないっていうシチュエーションの時にぜひ使ってみてください。ということで今タワーオブテラ乗り終わりました。久しぶりに乗ったので最初ちょっと緊張したんですけど、子供もいたしということでなんとか乗れました。日本より全然落ちると思います。なんかもう終わったと思ったら最後めちゃくちゃ長いのあったりしたので、全部で5、6回落ちたかな。なんで、まあ、日本のやつよりちょっと怖かった気がします。でも横に掴むところがあったのでそこに掴んでなんとか乗り切りました。まあ、さっきも伝えたんですけど、ぜひ怖いなって思ったら周りの子供を探してみてください。はい、では続いて、ご飯かな、食べに行こうと思います。じゃーん、ファノーケーキっていうらしいです。ファンネル、ファノーケーキ。美味しそう。天ぷらみたい。It's really cracked. Oh! You're just spilling it. Difficult. Look, here. Scoop. I thought more sweet. アメリカといったらファノーケーキらしいです。初めて食べたんですけど全然甘くなくて、なんかサクサクしててめっちゃ美味しいです。軽いし
重くないのでちょっと小腹が空いたらおすすめです。なんかこれ食べなかったら日本でお寿司食べないのと一緒らしいです。ぜひ食べてみてください。 Landing on airplanes。 ショーまであと30分です。ここで2時間待ちました。めちゃくちゃいい席取れました。50周年バージョンに、ライトアップされてます。すっごい綺麗。はい、ということで今日は4日目 Day4 ですね。ハリウッドスタジオはちょっと子供向けというより、あの怖い乗り物が多いので大人向けかもしれないんですけど、日本のディズニーランドとシーにはないアトラクションだったりとかがたくさんあるのですごい楽しかったです。はい、そんな感じで今雷鳴ってて雨が今にも降りそうなんですけど、今から急いでホテルに戻ってご飯は食べるかな、ホテルで食べるかちょっとわかんないですけど、もう明日帰るんですよね。チケットを5日間分取ってるので明日は物足りないと思ったパークに行こうと思ってます。ではそんな感じでこの動画は締めたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけたらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。泊まってるホテルの人によってこのシャトルバスじゃなくてスカイライナーでホテルに帰る人たちもいます。すっごい。こんな感じで、バス停はすごく分かりやすいです。ホテルの名前とかパークの名前がちゃんと書いてあります。どうしても食べたいレストランがあったので無料でコカ・コーラのシーンができます。